ブラックフライデーで靴を3つも今日買ってしまった藤原です。今日もビットコイン、リップル、ネム、そしてヤーンファイナンスのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨のチャート分析や株、そして社会経済の話を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。今日藤原大学の方では引き続きね、お金がたまらない人シリーズということでパート3をやっております。今日は〇〇対人ということで、〇〇対人はやっぱりお金たまりにくいですよって話をね、もともと銀行員だった私のお話から、私の経験からねお話ししております。引き続きね、藤原大学がお金の話やってますので、このチャンネル見ていただいているお金を増やしたいという欲がある人はぜひ藤原大学の方も見てください。はい、今日も仮想通貨ニュースを読み上げてから、まずヤーンファイナンス、そしてネム、ビットコイン、リップルという順番でチャート分析をしていきたいと思います。はい、今日の記事ですけども、仮想通貨イーサリアムの Google 検索数が高水準にあるということでした。検索数が2018年の、2月、まあ、仮想通貨バブルがね弾けたところですね、それぐらいと同じぐらいの価格帯になってきているところで、まあ、高水準だと、ね、こういうチャートですけど、今ここなんですよね。こうやって見てると、これ2017年の仮想通貨バブルで、18年のバブル崩壊ってことですね。そうすると、まあこの辺ぐらいなので、やっぱり仮想通貨バブルが来る直前ぐらいのね、注目度が、まあ今、イーサリアムに対しても集まっているということでした。最近ね、ツイッターでもね、ビットコインがね、トレンド入りしたりとか、リップルも一時期トレンド入りしたりとか、いよいよね、結構仮想通貨の検索数とか、そのツイート数とかがすごい多くなってきてるので、やっぱりね、2017年のバブルの前、2017年の前半ぐらいの雰囲気に似てきているかなというふうに思っています。あとはね、まあ、前々から言ってますけど、仮想通貨女子っていうのが結構現れたり、 TikTok とかね、 YouTuber でも結構仮想通貨女子増えてきてますよね。そういう人が現れたりとか、あとはね、なんか丸の内 OL がね、仮想通貨の話新しだすとね、仮想通貨バブルの雰囲気してきたりとか、あと最近はね、東京の六本木にね、仮想通貨取引所のね、看板がね、できたりとかね、してたんですよね。2017年の時って、まあ、テレビ CM も仮想通貨取引所にあったし、もうその東京のね、繁華街とかでもあちこち仮想通貨関連の看板とかね、広告があったんですよね。だからだんだんそういう風になってくると、まあ、いよいよね、また日本もね、仮想通貨バブルの雰囲気がしてきて、仮想通貨の価格も一気に上げてくるんじゃないかなという風に思ってます。まだそれは、まだ今の段階では、バブルのちょっと前ぐらいの状態かなという風に思ってます。イーサリアムの検索数の記事については、プラスマイナスどれぐらいかというと、プラスね、5ぐらいにしたいかなと思ってます。まあ、イーサリアムね、時価総額2位のね、仮想通貨になりますし、まあ、イーサリアム 2.0 のね、まあ、アップデートもありますし、DeFi のね、銘柄に使われる、基軸通貨になりますので、まあ、イーサリアムの検索数上がるってことは、仮想通貨全体のね、注目度が上がっていくということになっていくのかなと思いますので、プラス5としたいと思います。はい、それではね、まずね、ヤーンファイナンスからちょっと分析していきたいと思います。ヤーンファイナンスはちょっと詳しくはね、こう特別動画じゃない説明しないんですけど、バイナンスで取引できる通貨になります。で、非常に、単価が高いとか、1コインなんで単価がビットコインよりも高くて、最高はね、450万までってことがあります。で、今日が240万円ぐらいを推移している状態です。これね、冷やしチャートになります。こうやって見たら2020年のチャートですけども、まあ、ここから始まってて、ここね、さ、始まった当時は、50万ぐらいだったんですね、この辺。50万円ぐらいだったのが250万ぐらいの爆上げでした。で、綺麗な三尊天井を描いてからの下落だったんですね。で、私もね、バイナンスでこの辺の時トレードしてました。この辺の三尊天井で、短期トレードやったりとかね。で、その後はね、ちょっとしばらくやってなかったんですけど、久しぶりに見たら結構ね、いい感じのね、相場になってきてるので、今、ヤーンファイナンス結構買い場かなと思ってます。なんで、ヤーンファイナンスをトレードしてみたい方は、この動画の説明欄にね、バイナンスのリンクを載せてますので、バイナンスで、ね、トレードするのがいいかなと思ってます。チャート的にはね、すごくわかりやすい上昇トレンドかなと思ってます。ここのね、11月の初頭ぐらいに一旦ね、そこ作って、75万まで下げました。450万から750万、75万円なんで結構な暴落ですね。で、その後、上昇トレンドにまた再び向かってきて、ここを見ればいいかなと思ってます。このピンクの線。ここが、200万円ぐらいの頃、ここがね、結構レジサポ転換してるというか、サポートになってたんですね。この三尊天井でもサポートになってるし、今回ね、一旦落ちたんですけど、ここの辺やっぱり200万円ぐらいのところサポートになってきて、もう一発上げそうなチャートをしてるので、
これぐらいの上昇、ちょっと広告が邪魔だけど、これぐらい、これぐらいの幅が今200万ぐらいあるんですよね。ここが今300万ですよ。200万ぐらい幅あるので、同じぐらい上がってきてもおかしくないかなと思ってます。同じぐらい上がってくると、450万ぐらい、またこの最高値ぐらいまでタッチしそうなんで、とりあえず今買って2倍ぐらいのね、240万円で買って、この辺の450万ぐらい利確すると2倍ぐらい取れるので、まあ、今結構いい買い場かなと思ってます。私もね、今日さっきね、ヤンファイナンス久しぶりに買ってみました。現物で買って、2倍ぐらいになったら、売ろうかなと。450万から500万ぐらいの間で利益確定しようかなというふうに思っております。はい、ヤンファイナンスは以上です。で、次はネムですね。ネムが、今日が18円ぐらいを推移してます。あんまり値動きはなかったんですけど、ちょっとトレンドがね、出てきたので、ちょっとその辺お話ししていきたいんですけど、今ね、リセトラですね。簡単に言うと。リセトラなので、ちょっとね、あんまり、よろしくはないチャート形状なんですけど、リセトラを否定してきた場合に結構強い上昇が来るかなと思ってます。ちょっと待ってください。今18円ぐらいで、一旦おとといに、20円までね、上げたんですけど、こんな形で、一旦10円まで、ここら辺ね、この辺22円ぐらいまで一旦上げた後、一回10円まで落ちました。で、その後上昇がまた強くて、ここね、20円ぐらいまで一旦上げてきたんですけど、こういう形のディセンディングトライアングル状なんで、ここでうようよする可能性はあります。うようよするんだったら、また14円ぐらいでまた刺さるかもしれませんので、ネムをね、まだ買っていきたい人は、14円ぐらいで待つのと、ここの半値戻しぐらいのところ、16円ぐらいのところ、これぐらいで差し入れておくといいかなと。16円で一発、14円で一発みたいな、入れておくといいかなと思ってます。で、これは、一旦また14円まで落ちてきてしまうと、ちょっと危険なんですよね。リセトラなので、同じ幅落ちてくると考えると、また8円とかね、それぐらいまで落ちてきてもおかしくないんですけど、シンボルのね、ロンチがね、もうあと1ヶ月半ぐらいになってきたので、もうね、そこまで落ちる、この8円まで落ちることはないんじゃないかなと、まあ楽観視していて、例えばもう一回落ちる、16円ぐらいも落ちるんだけど、もう一発上行ってきて、だんだんね、安値切り上げで、このリセトラを否定してくるんじゃないかなと思います。そうすると、リセトラ否定してくると、また同じぐらいの幅を上げるとすると、もういよいよね、30円とかそれぐらいまで上げてもおかしくないですね。で、一回、コロナショックからのこの上昇から、こういう形でフィボナッチエクステンションを引くと、23円ぐらいからマックスで50円ぐらいまで飛んでもおかしくないっていうね、試算もできたので、結構ね、ネムは今から上昇期待していいかなと思ってます。50円ぐらいでの頃はね、2018円の高値かな、ここですね、2018円の高値ぐらいまで上げてきてもおかしくないかなと思ってます。週足で見てもこういうね、おわん型の上昇をしそうなので、こういう形で上がってくる可能性があるので、50円ぐらいまでは、マックス見といてもいいかなというふうに思ってます。まあ、引き続きね、シンボル私ももらいたいので、引き続きスナップショットまでガチョーするっていう形で見てみます。はい、次は、ビットコインですね。ビットコイン188万円まで上げてきました。昨日ね、ロングする話をしてたんですね。リセトラだったので、昨日こういうディセンディングトライアングルなんて、ここ上抜けたらロングした方がいいよって話をしてきて、私もロング入れました。少し前の、ここがリセトラだったんで、ここで抜けた時にまたロングしたのがあって、それが176万円ぐらいのところ、1万7000ドルぐらいでロングして、その後ここでロングしたんですね、再度。で、178万円ぐらいのところでロングして、1万7200ドルぐらいのところでロングしていて、今持っていると、まあ、10万円幅ぐらい含み益が出てる状態です。ただね、今までずっと言ってきたように、ちょっとね、日足に変えますが、上昇トレンドライン、裏タッチからの下落が怖いんですよね。こっちは、こっち。ここのビタビタに効いてるこのトレンドライン、ここビタビタに効いてるんですよ。で、ここがまだちょっと意識されていて、ここ今裏タッチしそうなんですよね。反対側で。ここタッチした後の再度下落っていうパターンもあるので、今持ってるロングはもうちょっと上げたら利確しようかなっていうふうに思ってます。もう一発ぐらい。190万ぐらいのところ。ここまで上げたら、この辺で入れたロング、この辺で入れたロングは利確、一旦利確かなと思って。ここでショート入ってくる勢が結構いると思うんですね。よくあるパターンで、上昇トレンド割れからの裏立って、そっからの下落みたいなのある可能性があるので、ここで一旦まあ謙虚に利確したいと思ってます。で、このまま、まあ、
上げてきて、この上昇トレンド内再度食い込んだらかなり強い上昇が来ると思ってますね。この上昇トレンド内割れからの上昇なんで、騙し上げ、ここがこの辺が騙し上げでしたというパターンになるとかなり強くて、もういよいよ200万円は超えてくるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、さっき言ったようにここは相当かなり入ってくるところになるので、ここの値動きはまあ今日の夜、それと明日の朝ぐらいまでちょっと注目しておきたいかなと思ってます。まあここでショートしたい感じもするんですけどね、ショートして一旦下まで取るっていうのもまあありなんですけど、やっぱりねここが硬かったんですよ、170万のところ 1,2,3回4回ね一旦下を試したけど上がってきた、ここがあるので170万円のところは結構硬いのかなと思ってます。だからここでショートしてもまあ170万ぐらいで拭いたいかなというふうに思ってます。じゃあ現物はどこで買うかというとちょっと難しいんですけど、まあこの形状なんでね、ちょっとね、基本的にはこの冷やしチャート、これを見る限りではここがやっぱ押し目買いのポイントだったかなと思うので、私がビットコイン買えてなかったんだったら、まあ、あの昨日も一昨日も出してもとりあえず今少し買いますと、で170万円ぐらいで買う、150万ぐらいで買う、そして130万のところで買うっていう形で、まあ、難品買いしていくかなと思ってます。週足で見るとやっぱり一旦 ね上げすぎ感はあるのでね、これかなり垂直上げなので、まあ、170万とかもう一回150万ぐらいのところまではマックス下落想定してもいいかなというふうに思ってます。はい、ビットコインは以上です。でリップルですね、リップルが今 64.2 円を推移していますね。結構上げてきました。昨日の話ではね、この60円ぐらいのところ 60.5 円ぐらいのところが、まあ、3回ぐらいレジスタンスされてるので、ここ上げてきたら結構強い上昇来るんじゃないかと言っていて、やっぱり来ましたね。一時期68円ぐらいまで一旦上げてます。で、この60円のところがレジスタンス転換を起こしているように見えるんですよね。もっと引くと、ここでレジスタンス、レジスタンス、レジスタンス、3回レジスタンス、ここもレジスタンス、4回くらいレジスタンスされたところが、今度、半日前ぐらい、今日の朝ぐらいで一貫60円ぐらいまでストンと落ちたんですけど、ひげつけて上がってきているので、ここの 60.5 円ぐらいのところは結構ね、硬くなったかなと。いうふうに思ってます。だからここからもう一段上げてくる可能性もあると思ってます。ただビットコインと同じでこの上昇トレンド、28円ぐらいから続く上昇トレンドでビタビタにずっと効いてきた線があるので、ここに上げたらやっぱり裏タッチで下落っていうこともあるかなと思ってます。72円とか75円とかそれくらいのところですね、裏タッチするんだけど77円の高値を超えられずに落ちてくるみたいなパターンも見えます。77円を超えてきたらもう超上昇だと見ていいと思います。そこはもうそこからはもう全力で買ってもいいかなと思います。77円超えたら次105万円ってところ、そこが、意識されますので、105万ぐらいまで上げてくるんじゃないかなと思ってます。105万ってところはですね、2018年のここですね、一旦52円ぐらいまで落ちた後のこの高値、ここが105円なんですよ。ここはちょっと意識されると思ってます。まあ基本的にはね、リップルはまあもうすぐもうそのスパークトークンのね、付与があるので、あと、もう2週間切ってますよね。2週間切ってるので、基本的にもうリップル買っていくしかないんですよね。私ももう52円で買った曲ずっと持ってますし、買っていくしかないので、上げるんじゃないかなと思ってます。6対3の6ぐらいで、このまま上で見てます、私も。今日のね、日足も見ても、昨日大きな陽線つけて、今日陰線なんですけど、下髭が長いんですね。さっき言った 60.5 円のところが結構支えられてるので、このままだんだんだんとね、こう上がってくるんじゃないかなと思います。じわじわとね。でこの辺のね、実体線のところ、この間高値77円ですけど、実体線でいくと、まあ、実体線だと、68円なんですよね、ここが実体線。だから、実体線で68円超えてくると、このままじわじわ上がってくる相場になってくるんじゃないかなというふうに思っています。基本的にはまあ上目線でいいかなと、リップルも上目線でいいかなというふうに思ってます。はい、そんな形で今日もチャート分析をしてみました。今日のお話が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。はい、そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であればコインチェックとビットバンクがおすすめです。コインチェックは日本の仮想通貨取引所の中で最も取り扱いコインが多いというのと、NEM のシンボルトークンのオプトインを表明しているので、絶対に登録しておいた方がいいと思います。そして、ビットバンクは全てのコインで差し値取引ができるというのと、手数料がとても安いので、ビットバンクも必ず登録しておいた方がいいと思います。
そして日本の取引所にはないマイナーなコインもトレードしてみたいという方はバイナンスがおすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方はバイビットとオーバービットがおすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。